和ズさん長静河古墳は、福岡県糸島市二条田中にある古墳。形状は、前方公園墳。国の史跡に指定されている。福岡県西部、長野川の川口付近の西岸丘陵上に、築造された大型前方公園墳である。長静河の古墳名は、金の長舎が埋能されるという地元の伝承に由来する。 これまでに1950年に主体部の発掘調査が実施されている。噴景は前方後円形で、噴景主軸を南北方向として前方部を北方に向ける。噴景は公園部が三段築成、前方部が二段築成。噴景町は103メートルを測り、糸島地方では最大規模になる。噴景周囲で集合は認められていない。 主体部の埋葬施設は公園部中央における縦穴式石室で内部には組合式木管が据えられたと推測される。この石室内部からは同郷住面を含む多数の副装品が原位置を保つ状態で出土している。築造時期は古墳時代前期の4世紀後半頃と推定される。古墳域は1957年に国の史跡に指定されている。 五分の規模は次の通り、公園部分庁市体部の埋葬施設は、縦穴式石室で、公園部分庁のほぼ中央部に位置する。割石の小口積みで構築され、長さ3.24メートル、幅1 4メートル、深さ0.8メートルを測る。内部には、組合式木管が据えられたと推測されるが、石室の天井石を欠くため、木管の上面を遺体紙で覆うという特殊な方法の、 埋葬と推測される。石室内からは多数の副葬品が埋能時の原位置を保った状態で出土している。古墳からの出土品は次の通り。これらの出土品は大半が京都大学総合博物館に保管されるほか、木管財片、水銀種の一部が糸島高校付属郷土博物館に保管されている。所在地交通アクセス関連施設周辺。 ありがとうございます。